ご自分の DJ パフォーマンスはどうですか。いやどうですかね。素晴らしかったですけど。いや本当ですか、僕的にはなんか今日は緊張してない分なんかあまり実感がないというか、緊張してた方が実感が湧くんですけど緊張してなかったんです今日は。今日がなんかあまり緊張ではなくて、なんかそういうワクワク、興奮の方が大きくて、で下には前には小室さんがいて、でこうやってちょっと見るとタイさんがいてって、なんか本当に緊張ではなくて本当に興奮が、すごい、ファッションショーでした。あ、興奮の中で DJ やってたって感じで。あ、そうですね、ずっと興奮の中でやっていましたね。はい、うまくできましたか。そうですね、今回6曲、作曲をして、はい、で最後の、曲で、小室さんのリミックスで一緒に披露させていただいたんですけど、やっぱり、まあ、自分で作った後にその小室さんのリミックスを聞いた時には、やばいなってなんだこれはと、本当にすご素晴らしい、音楽にリミックスしていただいたので、本当に奇跡の一日だなというふうに思います。今日は小室さんリミックスは神様みたいな人ですからね。本当にもう本当に本当に嬉しい、本当に本当に嬉しい、出来事だなというふうに思います。なんかお話しました小室さんと。そうですね、ずっとこのプロジェクトは半年前ぐらいからずっとお話ししていて、で小室さんとは、何度か一緒にお食事だったり音楽の話だったり、時にはサッカーの話だったり盛り上がったりするんですけど、今回は割と小室さんの予定も僕の予定もスケジュールが全然合うことができなくて、Zoom での、打ち合わせだったり、小室さんのチームの方との打ち合わせだったりで、すごくハードなスケジュールの中での、作曲だったんですけど、その中でもあの曲をああいう風にリミックスさせていただいたっていうのは、さっきも言ったんですけど、なんであれはと、本当になんでこうなっちゃうんだって、いい意味でですね、本当に驚かされる、ショーでしたね。はい、いかがでしたか。もう本当にあの感激いたしました。コレクションをもちろん見ているんですけど、本当にライブと映画とそして純足だという素晴らしい歴史あるメゾンの、集大成を見せていただいたという気持ちで、本当に純先生が絶対ここにいらしたって思うぐらいそんな感じの高揚感があって感動しました。なんかちょっとうるっと来てた感じはありますけども、はい、本当にそうですね。純先生のこともすごく本当に思い出しながらさせていただきました。本当にエレガンスを大切にする方で、いつも女性は綺麗でいてねって、いつもメイクはちゃんとしてるんだよっていろんなことを教えていただきましたね。まずファッションショーいかがでしたでしょうか。楽しかったです。もうすごい感動いたしました。感激いたしました。もうタイ先生もう本当すごいですね。もうで今回はタイ芦田先生の、そのタイ芦田のショーと、あとは純芦田先生の60周年ということで、初めてこう一緒にこうコラボレーションとかしたファッションショーで、本当にもう感動いたしましたね。ちょっとなんかうるっと、うるっと、そう、私もうさっきもね、純先生の奥様とか、久田先生のね、お母様とお話して、スタッフの方とお話したんですけど、私が本当にまだまだ若い時に対談でご一緒させていただいて、でなんかすごい可愛がってくださって、うのちゃんうのちゃんっていつも言ってくださってたんですね。まあ、そんな話にも今なってたんですけど、本当に芦田先生もあちらの世界に行ってしまいましたけれども、こうやって泰先生が純先生の本当素晴らしい世界、このエレガンスの世界を本当素晴らしくこううまくというか引き継いでらして、それをまたこう新しく今の時代に合ったお洋服へと生まれ変わるというか、そのままなんだけど新しくまた生まれ変わらせてくださって、すごくもうなんかもう純先生
のことをすごく思い出して、その洋服を通じてね、うん、やっぱ服ってすごいなって、うん、思いました。